誤解しないでよ。これが初めてなの。嘘だね。お姉ちゃんから聞いたよ。ずいぶんたくさんの男たちと付き合ったんだってね。言おうが嫌ならもうしないわ。信じられないよ、そんなこと。ごめんなさい。ように嫌な思いをさせたかったわけじゃないの。ダメなのよ、私。誰かに求められてないと不安なの。僕だって母さんを大事にしているつもりだよ。それじゃダメなの？やっぱり血のつながった家族じゃないとダメってこと？私ね、男の人からぬくもりをもらわないと体が抜け殻になって不安で不安で。なんだよそれ。僕には郁恵さんと絶対会うなって言ったくせに。もういいよ。ダメ、それだけはダメ。あの女のところへだけは行かないでちょうだい。ダメよ。たとえ義理でも陽と母さんは親子なんだから。ずっと好きだったんだ。僕は母さんが他の男に抱かれてるなんて。わかったわ。でもそれは僕が大学へ行き始めて初めての誕生日だった。よう、落ち着いて聞いてね。要は母さんの本当の子供じゃないの。やだな、母さん。変な冗談やめてよ。せっかくの誕生日に。あなたの父親の名前は陽一。母さんの弟だったのよ。昔、ある女性と駆け落ちしてあなたが生まれた。でも陽一は慣れない暮らしのせいで体を壊して、あっけなく死んじゃったわ。弟はあの女に殺されたようなものよ。その、本当のお母さんはどうなったの？自分は実家に帰ったのよ。あなたを捨ててね。なんで僕だけ置いて？向こうの実家が弟と戸賀の家を毛嫌いしてたの。娘をたぶらかしたってね。でも本当のお母さんもその後すぐに病死したわ。じゃあ母さんは僕をいやいや引き取って育てたの？バカなこと言わないで。そりゃ最初は自信なかったけど、陽一の子供だから。僕の本当のお父さんと仲良かったんだね。まあそうね。でもね、誰に抱かれても泣き止まなかったようが、私に抱かれると泣き止んだのよ。その時私はように選ばれたんだ。私がようを育てるんだって思ったの。母さん。ただいま。ごめんね、プレゼント探すのに手間取っちゃってて。どうしたの二人とも、なんかあった？陽ちゃんなんか震えてるし。まさかカホさん。うん、そのまさかよ。でも陽も大人なの。もう話さなきゃいけない時期なのよ。陽ちゃんいい？私はカホさんの姉の娘で、陽ちゃんとは直接血はつながってないの。でもずっと変わらず姉代わりだったでしょ。陽ちゃんも変わらずに懐いてくれた。陽ちゃんが誰の子供だって、私はいつだって陽ちゃんのお姉ちゃんよ。私だってそうよ。今でもあなたのお母さんよ。これからも母さんって呼んでいいの？よう、とにかく私もフミカもいつまでもようの家族よ。こうして僕の誕生日は生涯忘れられないものとなったけど、それは始まりに過ぎなかった。陽ちゃん遅いね。まったく、電話くらいすればいいのにね。一体どこに行ったのかしら。電話してみれば。ちょっとここで待っててください。はい。ただいま。ただいまじゃないわよ。こんな時間までどこに行ってたの？今
お隣に引っ越しあったでしょ。そこでちょっとお手伝いして晩ご飯ごちそうになってたんだ。まあ連絡くらいしなさい、心配しちゃうじゃない。あ、ごめん。それよか、お隣さんがご挨拶したいって。今玄関に。え、あら、そう。どうしてあんたがここにいるのよ。お久しぶりです、カホさん。気軽に呼ばないで、虫唾が走るわ。単刀直入にお聞きしますけど、陽平くんは自分の母親についてご存知なのかしら。え、僕の母親のこと？あんたに関係ないでしょ、いきなり何言い出すの。ごめんなさい、陽平くん。あなたを驚かせたくなかったし、ご家族に挨拶もしないで言うのは卑怯だと思ったから言わなかったけど、私本当はあなたの実のお母さんの親戚にあたる人間なの。何をデタラメな、よくおめおめと陽の前に姿を現せるわね。カホさん、私陽平くんに母体家の跡取りになってもらいたくて来たの。え先日父が亡くなって。それであんたが野放しになったってわけね。だけど今さらよく肉親面できるわね。カホさん、生前陽一さんからお話はよく伺いました。随分と仲がよろしかったみたいですね。フミカ、陽平を向こうに連れてって。はい。ほら陽ちゃん。その時は混乱して、僕にもどうするべきかなんてわからなかった。ただ母さんとお姉ちゃんのいない暮らしなんて考えられなかった。それに母さんにも郁恵さんにも何か秘密めいたことがあるように感じた。ねえ陽ちゃん、どうするの。どうって？本当の母親の家がお金持ちで跡取りにしたいって言ったら行きたい？何をバカなこと言ってるの。そんなことじゃ僕の気持ちは動かない。お姉ちゃんはいつまでも僕のお姉ちゃんだよ。陽ちゃん、ありがとう。あ、ね、姉ちゃん。ごめん、お姉ちゃんも節度を持たないといけなかったんだ。なんで？カホさんに言われてるの。そうなんだ。帰ったわ。で、どうなったの？向こうは養子縁組を望んでるけど、すぐにどうこうってわけにもいかないから、とりあえずお互いに理解し合うために積極的に行き来しようってことらしいわ。そんな勝手な。どんな戦いきさつで陽ちゃんを手放したかあいつ分かってるの。そんなの勝手よ。そうもいかないのよ。なんでよ。それはその裁判にするって言ってるし。陽はどうなの。何があっても僕はこの家の子供だよ。ありがとう。でも郁恵さんわざわざ引っ越してきたんでしょ。無視するわけにもいかないよ。そんなこと言ってしっかりしてよ。そうよ、全ては陽次第だから。わかってるよ、大丈夫。うっかりすると陽を取られちゃうかも。これはあの女との戦争ね。負けるとどうなるの。あの、僕やっぱり養子の話お受けできません。え、そんなに焦って結論を出さなくてもいいのよ。あらあら、朝ごはんまだなんでしょ。ええ、二人とも早くに出かけちゃったんで。でも家に何かありますから。いいのよ、親戚なんだから食べていきなさい。おいしい。はい、やっぱりお腹空いてたみたいです。いつでも食べに来ていいのよ、自分の家だと思って。郁恵さんって綺麗で色っぽい人だな。まさに大人の魅力だ。ねえ、ここにいるときは私をお母さんと呼んでもいいわよ。でもそれは。カホさんに遠慮してるの。じゃあママは。ママか、母さんの妹なんだから別にいっかと、この時は能天気に考えていた。まあまあ
陽平くん、ありがとう。ダメよ、それはダメ。なんで？自分だってその気だったんじゃないの？違うの、分かって。やっぱり、ここは僕のいる場所じゃないんだね。待って。